最近ひどいよな、うん、俺に対して。は？今日は大気はね。なんで俺優しいんだいつも。今日はザ復讐企画ということで。なんか調べたのよ、インターネットのヤホーで。ヤフー。したらヤフーで。したらそばに塩を入れると、うん、むせて吐くらしいよ。いやいやいや、きついよ。だからラーメンに入れてもむせるよ。てめえらそれ食えよ。はい、どうもじゃ。どうもじゃ。はい、じゃ。ツイッターで高額当選のリツイートしてるやつ全員バカ。まあね、俺もやっぱりしたことありますけどもね。どうするいくと。バカはバカなりにしっかりやれよ。じゃあリツイートする前に働け。ヤンキーヤンキーヤンキー。したことないんですね。一回もさすが。したことないんですね。ないです。はずいよな、あれ。はいはいはい、よくできるよな、まあ、友達に。あのサバーカとかにやっちゃうね。やらん。うーん、やらん。プライドが勝つよ。ゲーマーカとかあるんですけど、うん、ちゃんとしたよ。ということで今日の企画は、おぉ最悪やわ。そばに塩を入れると人間って絶対に吐くらしいよ。イエーイ。待ってくれ、塩の量にもよらない。はい、そうですよ、量ですよね。パッパッパッってかけて食う人だっていますね。吐くわけないやそんなもん。俺塩めちゃくちゃかけてできるよ。俺も美味しくなるやんね。じゃあこれ一人多いよ。え、大好き。一番博多の塩。違うんだ、瀬戸内。ああ、瀬戸内だ。はい、瀬戸内。はい、じゃあこれね、はい、あなたたち一つですね。はい、はい、そばにも行く。食いたいんやろ普通に。じゃあじゃあじゃあ普通に、はい、 MC にがり通ります。ラップ。にがね、にがって言っちゃダメ。そばね。はい、あれ手品か。はい、開けなさい早く。ちょっと待って、早いって。何それ、俺らまだ心のさ準備とか、俺今まであったか。ないぞ、準備なんていらんから。はい、それは大気は悪くない。はい、開けて。あ、これあるよ、水。あ、水は大事だって。これほぐすやつや。見て、これほら出んの。違う違う、箸じゃない。これジャスティン、ジャスティン。何出んのよこれ。だって水を、それをほぐすためにパサパサや。水をかけるの。水かけますね。そうやってる。いつ食うの。いや違う違う、インドもびっくりなんですよ。水足りてないし。ジャパニーズチョップスティ。あ、じゃあじゃあじゃあ、どっちに入れたい。じゃあチクは2人。どっちも行けよ。いや、麺に入れるか。この俺汁がいいな。熱い。俺つゆ。いや、つゆついちゃから。え、ちょっと待ってよ。こっちにかけて食うんじゃない。はい、じゃあ大輝がつゆに入れる派。全部入れるわ。ちょっと待って待って。何、なんで俺だけ吸うな。いやいや、それどっちか分からんよね。ですね、ですね。それをちょっと検証っていうかね。どれぐらい。じゃあ、え、これどんぐらい、半分ぐらい入れればいい。自分で入れんの。自分で入れんの。自分で入れんじゃないの。いや、これ多いって。1個でよくない、開ける。確かに、1個で3人死ぬ。開けるとき人が死ぬの。あ、ボールペンで穴開ける。開いたよ。じゃあこれを、じゃあ一回自分なりにかけていい。わかりました。これを、あ、美味しい。そん、あ、ちょうどいいか。うまそう、めうまそう、うまそう。山奥で食うそば。これうまそう。うまいよ。老舗のやつ。じゃあもうちょいね。もう一つつまみで。あ、うまい、うまい、うまい。あ、この野郎うまいな。これでいけた。大輝はついに入れる。あ、俺もいいに入れる。俺ね、味濃ゆいの好きやから。大輝はね、もうこのままじゃちょっと足りないから、ちょっと多めにいくぞ。おおら、これちょうどいいぞ。これでもうちょうどいい。ちょっと指とかまで見せてみたい。はい、全然ダメ。え、なんで。ちょうどいいよ、これで。よし、そんなんで、今、想像して、想像してみて。一番うまい。うまいな。ちょっと分かってないな。何を期待してると思ってる、みんな。いや、美味しく俺らが。ついてますよ、ほら、塩。美味しく俺らが食べるところ。何言ってんの。グルメリポートじゃないから。え、何。おっちるは。何、やだ。ああ、なあ、ショート。ちょっと、ちょっと、雪？おにぎり。うんうんうん。パッパッね。大事やからね。ね、あの、これもね。はい、砂糖。このぐらい入ってね。どうす。どう。はい、ちょっと薄いから。よし、雪入ってる。よし、じゃあ。タレはさ、ちょっとごめん、タレはぶっちゃけそんなと思うよ、俺。そんなないかな。すまない。はい、何？どうした？タレは、タレは？あげとったらいい。うわ、ちょっと待って。え？何？やだ！やだ！ちょっとちょっと待って待って、一回ちょっと待ってよ、お前。入れすぎやって。なんかね、冬っぽい。雪やん。冬っぽい。こんな雪。で、それ一回混ぜる。あ、混ぜますの。混ぜて。ね、大輝の普通に混ぜる。え、これやばいぜ。え、誰が食えるの、これ。逆に。いや、普通に
食えたら、あ、塩そば食っても吐いたりむせたりしないなって。これは絶対無理。やだ、いやこ何それが何。あ、匂いは全然いいやろ。辛いしね、そばの匂いしかする。ほら、うわ、あ、でもそばやそうやろ。ちょっと足りる。ちょっと、じゃあこれをね、追加投資、追加投資マジックバンド。うわうわうわ、やだ、なに、指入ってるけど。これ、これちょっと大輝まだ食わんといて。これ食わんほうがいいよ、絶対。じゃあ、いきます。あ、でもワンチャンこれ大輝うまいっていうかも。ああ言うか、こっちにも行ったらいいんじゃない。ああ、じゃあ、お前のって言われた。ああ、それ、ツイッターで言った肘、インスタね、肘のやつ。ああ、大輝でもね、濃いのが好きや。俺ダブルや。いや、大輝ってせっこまじぬるいの濃い好き。また俺だけね。はい、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 また俺だけ。もうジャスティンが今日やりたいって。いやいや、俺のも入れていいよ。ああ、じゃあ入れる、入れる、入れる。でもこっちにつけたら、そんなそんな意味ないと思う。じゃあ舐めてみよう、じゃないの。いや、舐めちゃやだ、食べたくなくなるよ。舐めちゃ、ちょっと待って、何。あ、焼く、おいしい、ネギ、ネギ、優しい、おいしい。え、これ何、コンセプトがわからん。これ何、これ吐くの。違う、吐くかもしれないって言われてるから。なんか、なんか下に海みたいになってる。ジャスティンさん、これつゆがなんか海みたい。下に砂浜ある。あ、本当に浜がある。でも俺味濃いの好きやから。そうやな。いや、だけうわ、カッチカチやろ。ほぐしたら。じゃあ一回ジャスティンから行ってみて。水はほぐす。ガスティンから行って。ホムス、ホムス。なんでこんな硬くなったの。いや、これほぐしてないの、お前。ちょっと、強いジャスティンで。ねえ、何してんの、お前。ねえ、俺のだけせこいよ。いやいやいや、何言ってんの。色合い違うよ、お前見てみろ。なんかすごい見栄え良くなるよね。塩入れる、そば。じゃあ俺も行ってみるね。もう、ツンツン。でかんでかい、日本人やろ。簡単や。え、普通に食うよ。うん、いいね。え、つけます。いきます。しっかりつけてね、端の先まで。だ、みそぎみたいなもんでしょ。じゃあ、いきます、つけます。つけたね。あ、つけたね。あれあれあれ、うまいから。いただきます。あれ、カレー。つけました、端の先まで。つけたな、カレー。あれ、これどう。あ、吐く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 、カレー、吐く、吐く、吐く。え、辛い。辛い、辛い。飲み込むわ。ウソルとか辛いとかってな。ただの辛いか。辛い。辛い。これダメ、これ。これどっちか。これ辛いの悪い。でも俺も物を粗末にしたくないから食べたぜ。あれ辛っ。なんか、気持ち悪いみたいな。あ、ない。辛いよな。辛い。これ、このままいっていいの。あー、それだけでいくとね、もしかしたらね。辛かったな。これを、うんうん、ちょっと食べてみて、これだけで。じゃ一回すするわ。ズルズルってすする。ズルズル。これぐらい決まった。おー、すったな、すったな、すったな。ってことでね、ってことで俺が新しく作ったのでね、こちらの方もね。それはもうそばじゃないよ。これ砂糖です。塩が強い。これ砂糖っていうか塩のそば。なんかやっぱりそば、あー、そばをなんか生きた調味料がそばや。これを塩が主体。これぐらいで。いや俺ね、今ジャスティンが言ってたの、マホトさんの。じゃじゃ、あのさ、マホトさんただでさえ毎日貼ってるから。マホトさんは吐いてたから。こんなもん。これこれ俺らゲロチューバーなんよ。水や、水やろ。じゃこれを、これをすすってみよう。だから、はい、誰が、誰が、どれが、私が、絶対やめた方がいい。先輩、俺は飲むな、絶対飲む。いや、ベロにつけるだけでも人材だ。絶対飲むな、絶対飲むな。凍ってるみたいになってる。手が震えてる。雪に埋もれたそばに。3、2、1。マジですすすれって、すすれ。どう、吐け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 。じゃあね、あれやっぱ吐かないで。吐かないで。あ、吐く、あらら、あれ大げさか。吐く、吐くは悪くよ。いや、もちろん、うわっとはなるよ。ただ俺ら吐くじゃん、普通。そうそうそう。吐くレベルではないってことは分かりましたね。で、それを今日、吐くか吐かないかを成り立つこと。検証したかったんですか。そう、検証したかった。プラス、まあ、吐いたら、俺の普段のね、お前が分かって、思うないってことは、気持ちは分かってくれるかなっていう。ただそれだけないけど。で、これ、ちゃんとテロップ出てるから下に。後でスタッフが美味しくいただいたって。どうやって美味しくいただいた。一回湯がくんね、今洗えばいけるわ。そう、あ、まあ今日の企画はね、
あの滑る企画なので、これを初めて見た方、うん、これが俺らだと思わないでください、ね、これは面白くない動画です。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもすみませんでした。